シャチーキューキュー。今日もシャチークおすすめ漫画を教えてください。はい、これはね、ゴールデンカムイ。知らへんねん。知らへんの。でも君、少年漫画好きなんやろ。好きだよ。で、青年漫画は、まあ、好きやろ。好きだよゴールデンカムイってあのヤングジャンプでやってんねんけど、あのね、戦争で活躍した不死身の杉本ってやつがおる。そいつが主人公やねんけど、アイヌの伝統料理とかを食べたりすんねん。食べる。一応その目的は埋蔵金やねんけど、ジャンルとしてはあの食べる系、食べる漫画。何、料理漫画。好きなんだよ、なんかそういうやつでな、うん、あの脳みそとか食べるね、目玉とか。好きじゃねえよ。でもそれ、それがまたなんかめっちゃ面白いんですけど。アイヌの埋蔵金。アイヌの埋蔵金、あの砂金貯めてたやつよねっていう漫画だっけ。いや違うよ、ゴールデンカムイアイヌの埋蔵金っていう漫画ではない。チャンネル登録お願いします。